こんにちは、和装館の池田です。今回は風呂敷についての質問がありましたのでお答えいたします。ではよろしく、はい、いつか何かのテレビ番組で風呂敷の包み方をやっていて感心しました。そこで風呂敷を手に入れようと思いますが、例えば大きさなどいろいろとあるものでしょうか。最初に購入するのは何がいいですか。どうぞ教えてください。よろしくお願いします。はい、そう、いろいろあるんですよ。あのね、風呂敷ってね、単門の幅が基準になっててね、単門って今はそれこそ一尺の38センチぐらいのがあるんですけど、昔はだいたい9寸ですよ。9寸言ったら34センチなんですよ。だから風呂敷の幅が34センチ幅を一幅って言いまして、で、2幅がこれが2つで68センチなんですね。でその間が中幅って言って、例えばこれがだいたい45センチ。それとね、風呂敷ってね、均等になってないんですよ。正方形になってなくって、今の幅は短い方の幅で、長い方も若干長めになってるんですよ。はい、それこそお茶の服さなんかでも均等になってないでしょ。 あれ畳んどき多分ね、取りやすくわざとしてると思うんです。だからそのあくまでも今何センチって言ってるのは、その短い方の幅ね、だから34センチが下幅で、これが中幅で45センチですわ。それから2幅が68センチね、要は 34×2 で、これ短い方が68センチ、これが2幅ですわ。それから西幅ってありまして、これが92センチ、こんな感じ。それから引っ越し用の余幅、これですね、これが4つやから 34×4 で136センチ。そうそう、これね、有名なやつですね、この唐草のねこれまあ後で喋りますけど、それから一番長いのが無幅って言って204センチまでなんですよ。204センチは一旦の単位で5枚取れるんですって。だからそれが一応無幅っていうのが一番大きいサイズになってて、でまあご質問なんやけど、どのサイズを持たれたらいいですかって話なんやけども、この中幅やったらお祝い物とかこう服装の代わりにそれこそこれでもっていけるんで、これがまあ一つ中幅がいいですよね。あるいはさっきの2幅やったら、ワインとか、あるいは普通のお菓子なんかはだいたい2幅の68センチがいいし、それから西幅の92センチになるとワイン2本とか一升瓶とかが持てるから、まあだいたいそれぐらいなんですけど、だいたいだから2幅とか西幅がうちなんかでもよく出ますけどね。はい、それとね、あともう一つは素材ですわ。やっぱり正式はちりめんですよ。今言ったみたいに単門一端からが基準になってるんで、単門ってそれこそちりめんですよね。これなんかでも全部素材はちりめんって言って、キートですね。キートって、髪の毛も細いんで、それをこう寄って合わせて折っていくんですけど、それちりめんって言うんですね。だから基本はちりめんのやつが正式ですわ。でちりめんに家紋入れて、さらにお祝いもらったら吉祥模様をデザインしたのが一番正式なんですね。ただちりめん地っていうのはちょっとやっぱりこう伸びるし弱いんですよね。でもう一つ正式なやつで、よく使われるのが白山紬です。白山紬って、紬って着物の時にまたしゃべることがあると思うんですよ。ちりめんに比べて紬って格が低いんですね。だから着物でいうと、紬っていうのは例えば結婚式とか着れへんやけども、ここは例外で、紬って強いんですね。特に白山紬ってどうして作るかって言ったら、ちょっとマニアックな話なんやけども、玉繭って言いましてね、こうおかゆこさんが2匹が一緒になってボテってでかい繭がある時があるんですね。これ玉繭って言いまして、だからそれは綺麗にこうくれないんですよ、こんがらがってるから。でもそれを強引に食って、それで糸作って折ると、とにかく強く折らへんかったら隙間ができるんで、こう打ち込みが自然的に強くいるんですね。だから丈夫なんですわ。で白山紬って要は牛詳しい方やったら牛食い紬って聞かれたことあると思うんやけども、牛食い紬が高級品で、ちょっとまあ廉価版が白山紬って言われてて、元は一緒なんですね。で牛食い紬とか白山紬って釘抜き紬って言われてますよ。要はそれで釘が抜けるぐらいに丈夫なんで、こっちは要はお風呂敷のサイズが大きくなればなるほど丈夫さを求められるんで、白山紬も正式に使えるって言われてますね。だから白山紬に缶も入れて、これも OK ですわ。あとはまあ洗えるのはいっぱいありますよね。レーヨンとかポリエステルとか木綿とか、そんなんはもう今出したの実はこれ全部正式じゃなかったよね。
みんなこんなもうあの普通に持たれたらいいんでね、正式なやつじゃないんですけども、こんなん払えるんで、こんなんで持っとかれたら、例えば後でまあやりますけど、バッグにしたりとか、いろんなことができますね。まあまあこんなとこなんですけども、あとね、まあそもそも風呂敷の歴史なんですけどね、風呂敷って言うんやけど、もともとはね、正倉院のお宝を包んでたとこから見られるんですって。で、その時はね、カルラ包みって言ってたんですよ。カルラ。はい。で、それから平安時代になると平包みって言ってたんですって。でね、風呂敷って言い出したのは、いわゆる江戸時代ですよ。で、前も話したことあると思うんやけど、江戸時代ってあの銭湯がね、もう始まりましてね。それから銭湯って蒸し風呂やったんですよ、昔。はい、で自分の要は着替えを持って行って、その要は風呂敷の上でそれこそお風呂入る前に着替えたり、あるいは蒸し風呂で暑い境に、あるいはもう自分傷つけんようにそれを引いて中に入ったとか、だからお風呂で敷くもんやから風呂敷っていう名前に変わって、そうなんですよ、そうそう、だから今風呂敷って言いますけども、名前がそういうふうに定着したのは江戸時代からってわけですね。で、あとまあまあ柄で言ったら、さっきちらっとこのこういうの出てきましたけども、ね、これね、これは何かって言ったら、これあのモデルというなんかみんなトレードマークの泥棒のトレードマークみたいに言われますけどね、これはもうこれね面白いあるんでね、まさにねこれ余幅でねでかいんですよ。これは引っ越しの時にこれをよく使ってたんですよ。でね、吉祥模様を入れると言いましたけども、この唐草も吉祥模様で、要はおめでたい柄でして、唐草の言われて、これギリシャのパルテノン神殿からそれこそシルクロードを通って日本に入ってきてるんですけども、でそれはどういう意味があるかって言ったら、唐草って一旦何かにまとわりつくと、まとわりついた木が枯れるまでずっとまとわり続けるんですって。だから一生添い遂げますっていうので吉祥模様なんで、これでお嫁入り道具を包んで持ってきたんですね。でね、泥棒って最初からこんな邪魔になるんで、何にも基本的に持たずに入ってたんですって。うん、ほんで一番最初に探すのがこの風呂敷なんですってこれが絶対もうイコールでかいからね、はい、だからこの唐草の風呂敷をまず探して、ほんで自分その相手さんの入ったところの風呂敷に相手さんのものを包んで持って帰ったんですだからこれイコール泥棒のイメージになってますけど、これは繰り返しますけども、吉祥模様でとても縁起のいいからまあまあそんなことですかね。あとはね、風呂敷はこれから多分ねものすごく見直されると思うんですね。なんでかって言ったら、日本って4月1日からレジ袋がね有料になって規制が入るんですけども、今日本でね年間60万トンのレジ袋捨ててるんですって。世界でね800万トンですって。これがまあ綺麗にね、何ていうんですか、こう回収されてたらいいんやけど、ご存知だと思うけど海とかにいっぱい流れてますやん。でそれをクラゲと間違うて、例えば海鳥が食べてて、あるいはウミガメが食べてて、海鳥がね100万羽死んでるんですね。これはほんまなんとかせなあかんので、もう何回見ますけども、ほんまに風呂敷ってすごいエコなんで、日本人がやっぱもう一回風呂敷の素晴らしさをね、取り戻してほしいし、使ってほしいし、世界に発信しましょう、ね、それによって世界の本当に自然を救いましょう。はい、以上です。あと最後にちょっと風呂敷のね、それこそ結び方教室をしようかなと思うんですけども、はい、これね風呂敷ってもう基本はねこの一つ結びって言うんですけど、一つ結びってこれですよね。これが一つ結び、もう一つが肩結び、真結びって言うんやけどね、だから一つ結びと肩結びで何でもできるんですけども、で肩結びはこう右と左ありますよ。これ着物と一緒で、右が下で左が上なんでね、でこう一つ結ぶでしょ、でまたこの右が下で、で左が上ね、着物と一緒ですわ。でこれでこうして結んだら、これが真結びです。で真結びってこれ本当にほどけへんけどね。でね、今度ね、ほどくときはどうしたらいいかって言ったら、これをね、グッとするんですよ。グッと。ほんで、こうしておいて。こうしておいて。そう。これは簡単なんです。だからもうほんまに、一つ結びと、それから真結びで、もう簡単に、これ、両サイド、例えばね、これ一つ結びでこうしてするでしょう。これね、二結び。ね、これ一つ結び、両サイドするでしょう。こうね。で今度こっち、このもう一つの方をもう一つの方を真結びするんですね。これ真
をするね。こうしてこれ右が下で左が上、着物と一緒で、でまた右が下で左が上で、こうして一回結ぶでしょ、ね、ほんならこれでこうパスッとこんな感じでバックできるし、そうそう、ほんでここ中入れたらどん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 これしっかりするんですよ。これね、こんな感じです。でこれもうほどくときはさっきと一緒でこれグッとしてね、グッとしてこうしたら抜けるんです。こんな感じです。これで皆さん、あのビニール袋をやめて、この風呂敷を世界中に発信してね、もっともっとエコな世界にしましょうって感じですね。以上です。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。